今日は晴れです。まだ実が少ないですけど、木が回復してきました。こっちの頃はまだカッパンとベトがひどいです。この台風対策の木も今日で取ります。こちらが10月9日に定植をしたキュウリになります。今のところ順調で、展開葉も 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ぐらいかな。もう少し明日か今日で摘心していきます。時々晴れが続くので伸びもいいかなと思うんですけど、ちょっと気を抜かずに行ってきます。